ヴァンガード級原子力潜水艦はイギリス海軍が保有運用している戦略ミサイル原子力潜水艦である。イギリスが運用している唯一の核戦力であり、潜水艦発射弾道ミサイルを搭載し戦略紹介を行う。レゾリューション級原子力潜水艦の後継艦で4隻が収益しており、常時1隻が任務についている。全艦が スコットランドのグラス号から25マイル西方に位置するクライド海軍基地を母港とする。本級は1984年にトライデントプログラムに基づきイギリス政府により導入が発表され4隻が建造された。全艦が1986年から1999年にかけてビッカース・アームストロングで建造され1993年から 順次収益した。バローインファーネスのビッカーズシップビルディングエンジニアリングで建造された。デボンシャードックホールは本級を建造するために構築された。バンガード級はバリアント級やアメリカ海軍のラファイエット級をもとに設計された前のレゾリューション級と異なって弾道ミサイル原子力潜水艦として初めから設計が行われた。 149.9メートルの全長と15,980トンの排水量を持つ本級はデゾリューション級のおよそ2倍の大きさとなりソ連の台風型やアメリカのオハイオ級に次いで今までに建造された3番目に大きい潜水艦であった大型化の要因はポラリスに比べはるかに大型のトライデント d 号ミサイルにあった武装は 弾道ミサイル発射塔に加え、21インチ、魚雷発射管4門が装備され、最大射程5 4トルのスピアフィッシュ魚雷を搭載している。ミサイルコンパートメントは、オハイオ級のものを元にしており、オハイオ級では24機が装備できるが、本級では16機に減少している。新型のロールスロイス PWR2 型原子炉は、本級のために設計された。 これは前モデルの2倍の太陽年数を持ち、最大25ノットの速力と高光燃料を補給することなく、世界を40周回することが可能であり、高価な燃料交換を行うことなく管力を全うすることができる。また、補助発電機として、パックスマンディーゼル発電機2機と WH、アレンターボ発電機を装備している。全艦がビセルのバローインファーネース造船所で、 建造された。ありがとうございます。